待ちね。僕とベル君の仲じゃないか。ごめんなさい。というわけでバレンナギガシ君、僕の許可なく抜け駆けするんじゃない。デートの約束なんて絶対許さないぞ。デート違う、誤解です。では神様、デートって何ですか。ベル様、またけたな泥棒猫先生。ほっぺに、ちょ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 、なんだほっぺか。私も妹によくされるしな。ほっぺたか。でもちょっと羨ましい。えへへ、びっくりした。でもどうして。先生がヴァンパイアのこといろいろ聞くからいたずらしたの。はぁ、へぇ、いいなぁ。先輩、ん、今付き合ってる人っていますか。いないけど。ほら、こんな感じですよ、こんな感じ。っていうかグッときました。ヒッキー、なぜ黙っているのかしら。私もいるんだけど。先輩の彼女さんもありがとうございます。せっかく彼女と勘違いされてることだし、智也から離れなさいよこの泥棒猫とか言った方がいいかな。一時の踊り見てたよ、タタラくん。アキラさん上手だったからつい目で追っちゃった。ねえ、最近うちのシフト減らした？次はいつ来るの？あんまり会えなくて寂しいな。うちの子に悪い脂肪の塊押し付けないでくれる。ごめん、出っ張ってて。腹と尻を引っ込めてから言いなさいよ。やっはろー、いろはちゃんよろしくね。状況はあまり良くなさそうね。そうなんですよ。なんだよ。いえ、別に。あ、うん、そうそう、別に。うん、大丈夫？重くない？平気、軽いよ。うん、そう、本当は重いでしょ。軽いってば。そっか、よかった。うん、ダメ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 。やるから、私がやるから。空と誰よあれ、マジかわいい。どうした。今日は一人で帰れる。え、何。一人で帰れる。そんな、一緒じゃなきゃお前何やらかすか。まあ100歩譲って、それ後回しにするとしてもだ。泉ちゃんを巻き込むのだけはやめろ。お前の醜い野望にこんな純粋で伸び盛り才能あふれる泉ちゃんを巻き込む。俺と一緒に漫画を読んで笑った瞬間、ゲームをプレイして叫んだ瞬間、同人誌を売って泣いた瞬間で、お前何しろ。エプロン姿を眺めるだけで青春をかみしめられるよな。使ったのはこれで3つ目。へえ、メメさんが。でもこれ私が使ったし。はいはい、えらいえらい。この人たちは何。ん、本当に意味わからないわね、リンリ君。それが人との約束をすっぽかして他の女とデートしてた男の言い分か。いいえ、ダンスではなく、え、チカッチをリコに取られてちょっぴりシットファイヤーが燃え上がってたんじゃないの。嫉妬？まさかそんなこと。ぶっちゃけトーク。ディダこやつはなぜ私を睨んでいるのだ。さあ
あんたはいつごとどういう関係だ？あ？それとも私が教えてあげましょうか。ソップ、ブルック、フランキー、ナミ、ロビン。ナミ、ロビン？女もおるのか？ああ、あれこぼれてるぞ。悪いけど、お前とは一緒になれねえんだ。なぜ？なぜじゃ、ルフィ？俺にはこいつらがいるからよ。負けん。わらわは負けんぞ。冗談きついな、日向様。あら、怖い。私にはとても真似できないわ。って、どさくさに紛れてメンマに近づくな！ぶっ殺してやる！こいって目の前で堂々と浮気してんじゃないわよ！先生、あれ？あ、知らない。私とカップルになったので、天使の過去がつきました。あなたたちは死にません。これがいわゆる三角関係というやつですね。絶対ダメ！早い、イロハさん、早い。怖い。先輩どうしたんです？あ、遊んでるんですか？みたいな意味をはらんでいそうだ。いや、別に遊んでるわけじゃ。っていうか、あの女何ですか？あ、先輩の彼女さんとか？でも二人いるじゃないですか。どういうつながりですか？こわ、イロハス、こわ。なんでめっちゃ笑顔なのにこんな冷たい声が出るんだよ。